皆さんこんにちは、いさまるです。今回はキャンプではなく富士山に登ってきました。昨年登りに行く計画を立てていたんですが、残念ながらコロナで流れてしまって、今年はねコロナが明けて山小屋も通常通り宿泊できるようになったので行くことができました。登山計画は年明けから立て始めて、体力作りと標高の高い山で体を慣らして富士山に挑みました。実はね今回2回目の富士登山となるんですけど、前回はね10年前に登って山頂で宿泊してご来光を拝んですぐ下山しちゃって、お鉢巡りができませんでした。というのもね、高山病になってしまい、気持ち悪さと頭痛でお鉢巡りどころじゃなかったんです。まあ、そういうのも踏まえて今回はね本8合目で宿泊し、お鉢巡りをする計画でゆっくり登って高山病のリスクを減らすことを重視しました。山小屋のね予約がだいたい5月あたりから開始するようで、予約開始すぐ埋まってしまうので、宿泊する予定の方はね早めに計画を立てることをおすすめします。ただ富士山はねとても天気が荒れやすいです。当日ね天候が荒れて登れないこともあるので、まあそういうこともね頭に入れながら計画を立ててみてください。前回もね今回も吉田ルートを使いました。今回ね一緒に登ったキャンプ仲間が富士登山初めてだったので、山小屋が多くてトイレの心配も少ないこちらのルートにしました。吉田ルートはマイカー規制があるため、富士山パーキングに車を止めてそこからねバス移動となります。富士山パーキングからドーンとでっかく富士山が見えるはずだったんですけど、ちょうど雲でね隠れてしまってね、ちょっとね幸先悪いですね。バスに揺られること40分、富士山5合目に到着です。富士山パーキングから富士5合目まで一気にバスで登ってきたので、気圧の変化にね体が追いつけず、高山病のねリスクが高まってしまいます。まあ、そのリスクを減らすために1時間ほど5合目で休憩します。いよいよ出発です。そして真っ白。そんなもんで登っちゃうよ。あらら。雷。
します。出ないんだ。つけ直すから。あ、全然出ないっす。こっちも真っ白。ここだけ。言って、もうトップダウンは7月の月だわ。もういいねや、着る。この上を降ってるの。あー、着ようかな。休憩若干含んで 6.5 キロ、4時間半。
ギリギリ6時間に合ったね。あの1時間遅らせてたらアウトでしたね。そうだね。確かに。ちょっと来ます。事務局の人に大丈夫ですか、手がないって言われて大丈夫です。アクションだ。緊張する。なんで緊張せん、わからんけど大丈夫かなってならん。心配してもしなくても、なるようにしかならないんですよ。そうだったんですか。やっぱいい。Thank you.
ごい。やば。はい、こんな感じで富士登山楽しんできました。ゆっくりペースで歩いたおかげで心配していた高山病にはならなかったので本当に良かったです。平日とはいえツアー客が多くて所々渋滞が起きてタイムロスしてしまったり、雷と雨と雹に降られて心が折れそうになったりとね、ハプニングはあったものの無事山頂で御来光を拝んでお鉢巡りができて素晴らしい景色が見れて本当にね大満足です。ちなみに富士山はね夕方から天気が崩れることが多いので16時くらいまでに山小屋に着くようにするといいと思います。この動画を見て来年富士登山に挑戦したいと思ってもらえるとすごい嬉しいです。体力をつけて無理のない登山計画でぜひ挑戦してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。
また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。